はい、行きましょう。双曲線の方程式ですね。ここではどういう問題あるかっていうと見てみてください。こんなんですね。次の双曲線の方程式を求めよう、ね、焦点のヒントがあって全近線のヒントがあるとき、これは一体どういう双曲線かと、もしくは焦点と通る点が分かっているときとかはどういう双曲線の方程式になるんやと、そういうのを見ていくところなんですね。で、なんでね、もうここでは双曲線のことが分かってたらね、まあまあいけるんですけれども、さらっともう一度おさらいしておきましょう。双曲線って一体どういう線やったかっていうと、これ前回の動画でありました通り、焦点からの距離の差が一定である点の集まりなんですね。こういうふうに双曲線には焦点っていうのがあって、その距離の差が一定なんですね。だからまあちょっと薄く書くとね、まあ、この辺に点があるとしたら、この長い方を引くこの短い方、これが差ですね。この差がずっと一定であると、 ここにある場合はこれが長い方、長い方引く短い方、この引き算の差が一定であると、それが双曲線なんですね。そういう点の集まりが双曲線だったよと。そして、この双曲線を書いたら、このそれぞれの双曲線にはこの限りなく近づいていく直線があるんですね。こういう、これのことを何て言うんでしたっけっていうと、これ前回の動画でありました通り、これを全近線って呼んだんですね。この辺のことを踏まえてやっていこうというところです。で、双曲線の式っていうのは2パターンあったんですね。 a2 乗分の x2 乗マイナス b2 乗分の y2 乗イコール1、ここがイコール1プラス1の場合はこっちのこの横側にあると。で、a2 乗分の x2 乗マイナス b2 乗分の y2 乗イコールマイナス1の時は上下にあるとっていう、こういう違いもあったんですね。ここまで OK ですか。で、それぞれの時、まあ中心はね、もうここ00なんでいいとして、頂点ですね。頂点はこことここのことでしたね。もしくはこの上下パターンの場合はこことここが頂点でしたと。ね。それはどうなるかっていうと、こっちの場合はプラマイ A の0になりますよね。だって、この Y 座標が0やから、ここに0代入して計算すればわかる話ですと。ね。こっち側でもそうですね。こっちが今回は X 座標が0なので、ここに0代入すれば頂点の座標は両方ともプラマイ B、プラス B とマイナス B というふうにわかりますと。ね。この辺まではずっと動画ね、ここまでやってきましたよね。そしてさらに前回の動画では焦点とか全近線についても見ていきましたね。焦点、ここの座標はどういうふうに表されるかっていうと、これはこっちの場合は Y 座標が0で X 座標があるんですね。y 座標が0で、じゃあ x 座標はどうなるかっていうと、ルート a2 乗足す b2 乗です。ここに注目するんでしたね。これを足してあげてルートしてあげると、それが焦点の座標になるんでした。で、それはなんでやっていうのは前回の動画で説明しているんでね、ここでは省きます。焦点っていうのはルートの a2 乗足す b2 乗で求めることができるんだと。で、この左右の双曲線の場合はそれは x 座標が存在しているんで、プラマイで、マイナスの方とプラスのが両方あるよっていうことでしたね。上下パターンの場合も、ね、焦点、求める式は一緒です。ルート a2 乗足す b2 乗なんですけれども、今回は x 座標が0で y 座標があるんですね。あ、ごめんなさい、こっちですね。ここが焦点やと。y 座標があると。だから0とプラマイのルート a2 乗足す b2 乗になる。っていうのも前回の動画で説明した通りです。で、この全近線はどういう式なんかっていうと、これは傾きを考えたらよかったんですね。結局、ここからここに x が a 増えて、y が b 増えてるんで、y イコール a 分の bx。で、こっち側はマイナスなんで、y イコールマイナス a 分の bx。なんで、プラマイの a 分の bx っていう風にして考えたらいいですよね。同様にですね、こっちでも一緒です。この全近線の式は変わらないです。a 増えて b 増えるんで、a 分の bx とマイナス a 分の bx があるよと。で、定義に出てくる距離の差っていうのは、これはどういう風に決められているかっていうと、双曲線では、まずこの左右に出てくる場合の、この距離の差、ここですね、2a になるように。それ定義されてます。決められてます。ね。双曲線の定義として、距離の差が一定ってありますけれども、この左右の時はここ 2a になると。上下の時はここ 2b になる。っていうのが、定義やったんですね。ここもね、前回の動画で、詳しく説明してるんでね、わけがわからない人はそちらを見てください。で、この双曲線、ね、この左右なんか上下なんかっていうのが大事なんですけれども、式が分かってたらここがプラス1かマイナス1かで見分けられますよね。でも、今回みたいな式を求めろって言われた場合、どっちやっていうのをどこで見分けるかっていうと、この焦点なんですね。焦点でどっちの形か分かるよと。この左右型の場合、焦点は X 座標が存在して Y 座標が0なんですね。逆に、こっち側、この上下パターンでは、y 座標が
決まってて X 座標は0になると、ね、だからこの焦点がどっちパターンかで見分けることができるんですね。例えば括弧1で言うと焦点がこれ、ね、Y 座標が0なんでこことここに焦点があるなっていうのが分かるんでこういう形になるなっていうのが分かるんですね。だから求める双曲線をこういうふうにイコール1で置くことができるんです。 OK ですか。でも初めに括弧に見ときますけれども、括弧2の場合は今回は Y 座標、ね、X 座標が0なんでこの辺に焦点あるなっていうことが分かるんでこれイコールマイナス1って置くことができるんです。まずこの双曲線のね置き方を、しっかりね理解しておきたいと思います。で、じゃあこの括弧1と括弧2の置き方を見比べた場合、んって思うのがこっちは A の2乗って置いてるのにこっちはラージ A って置いてるんですね。この違いは何やと。で、これはこの全近線っていうヒントを使うかどうかなんですね。全近線もしくはまあこの頂点とかでもそうですよね。この全近線とか頂点のヒントを使いたかったらy イコール a 分の bx であったりね、このプラマイ a0 であったり、こう、2乗のままでは計算しにくいんですね。だからこういうふうに a の2乗足す b に、a の2乗引く b の2乗っていうふうにして、ヒントを使いやすくしてるんです。ね、ちょっと詳しく見ていきましょうね。まず、この括弧1の場合、こういうふうに置けるよと。焦点置けるよと。で、焦点がルート5っていうことなんで、ルートのこれ足すこれが5ルート5になるんですね。焦点の座標。ね、こうやったら求まるよと。これ前回の動画でもやりましたよね。だからルートの a2 乗足す b2 乗はルート5になるから、これルート両方2乗して外してあげれば、こういう風に a2 乗足す b2 乗は5ってわかるよと。これで式が1つ出た。今文字が2つあるんで、僕らには式が2つ必要なんですね。式が2つあれば求めることができるじゃないかと。でもう一個のヒントは何やっていうと、これ全近線がわかってるんですね。全近線が y イコールプラマイの 2x ってわかってると。ね、つまり、全近線の傾きが y イコール 2x と y イコールマイナス 2x やって言ってるんですね。っていうことは、この、ここ、ここがわかるんです。傾きが2っていうことは、この a 分の b ですね。a 分の b が2になると。だから a 分の b イコール2っていうヒントが使えるんですね。この全近線のヒントを使いやすくするためにここを2乗の形にしてるんです。これをもしねこういう風に置いてしまったらルート a とかにせなあかんがちょっとややこしくなるんですね。だからこういうヒントを使ってるんだと。で、あとはねこのヒントさえ出たら b イコール 2a とかにできるんで、あとは代入して連立方程式を解けばね a が1って出ると。そして b が2になるんですね。で、ここでこの a 大なり0って何やっていうと、これ一番初めにそう置いてるからなんですね。まあ、別に a 大なり a 小なり0って置いてもいいんですけれども、ややこしいですよね。結局この a っていうのは何やったかっていうと、こことここ、この頂点のことを表してるんでしたね。この頂点をもう正 a 大なり0って置いといたら、こっち側自然とマイナスになるじゃないですか。だからね、簡単に置けるやんかと。もし a が3やったら、こっちはマイナス3になって自然ですよね。もし a 小なり0って置いたら a イコールマイナス3ってなんのがなんかこっち側でとかそういうややこしくなりません。だからこれただ単に大なり0って置いてるだけです。ね。だからここ a イコール1になると。ね。で、これを使えばこっちですね。b は2ってすぐわかるよと。a が1で b が2ってわかるんで、ここ1の2乗引く2の2乗4ですね。なんでここ代入すれば x2 乗引く4分の y2 乗イコール1になるとっていう流れですね。でこの1番ではこうやって置いて、でここですね全近線のヒント使うか、ここを2乗2乗で置いてあげるよと。そしてあとは計算していけば出るという流れでしたね。2番の場合どうなるかっていうと、2番の場合は焦点とこの通る点が分かっているんです。この通る点が分かっている場合は全近線みたいなヒントを使う必要がないから、ここA、B って置いてあげて OK なんですね。つまりこの2乗2乗って置かんと、もう計算を楽にするためにラージ A、ラージ B って置いてるってだけです。もちろんこうやって置いてもいいですよ。計算がね、ちょっとだけ複雑になるぐらいなんで。で、当然この分母は両方とも2乗2乗で正なんで、これ大なり0、大なり0と置いてます。ね。A 分の X2 乗引く B 分の Y2 乗イコールマイナス1と置けると。で、また焦点の頻度があるんで、ルートのこれ足すこれがこれになると。ね。ルートの a 足す b が2っていうヒントあります。で、ルートを消すために両辺に乗した a 足す b は4になる。これで式1つ出ました。もう一個のヒントは点 3-2 を通るやから、x が3で y が -2 っていうのを代入してあげれば、こういうヒントになると。で、このままでは計算しにくいんで、両辺をかける ab してあげたらこうなると。
そしたら文字2つで式2つなんで、この方程式だと連立方程式は解けるなっていう感じですね。ここね、2乗で置いてたら少し計算ね複雑な形になりますけれども、ラージ A ラージ B で置いておくと楽ですよね。あとはこれを計算していこうと。もうここはね、あの二次方程式の計算なんで大丈夫だと思います。もうここまでいけますよね。あとはここまで来たら、このラージ A っていうのは分母ね、2乗なんで大なり0なので A イコール3のみ適すると、マイナス10には不適になると。 A イコール3やったらここの式より B は1って分かると。あとはね、放り込んであげて答えが出るっていう流れですね。はい、ということでね、ここでは双曲線の方程式について勉強していきました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。もしね、理解できへんかった人はね、遠慮なくご質問くださいませ。理解できたよっていう人はね、自分でもノーヒントでできるように類題を見つけてしっかり練習しておきましょう。